ゴルフやってきて一番良かったところってどういうところですか。一番まあ良かったってことはそうだろうな。まあいいのか悪いのか知らんけど、あまり人を頼らないし、自分自身でね戦うしかないことでしょう。だから努力することをね、随分これは子供の時お袋からも言われてますからね、 あるんですけど、軍隊でもこれがねいろいろ聞いて、人の嫌がることはもう進んでねやるようにして、だから後が楽ですよ。そういったこう中隊で ある日呼び出されて並べて並んで、何ですかって言ったら、私戦車だから戦車終わるでしょ、中段の中戦でやったの方針をね、持ってきて、これをねずっとでかいのからちっちゃいのとこう並ぶでしょ、でかいやつからね担げってわけです。で班長に悪いけど何キロぐらいなんですかって聞いたら60キロだって、ちっちゃい時から米たらこう持ったり担いだりね、なんかやってたから、いけるかもしれないって言ったんだ、60キロって聞いたから、じゃあやってみますって言って担いだら、いや鉄の方針だからねこうたわみがないでしょ、痛かったけど、ね、担いだもらったら工場までね200メートルだけど、それ持ってけってわけで、で持ってったんですよ。でまあそれでもってね、一中隊のあいつはすごいというのが広がっちゃうから、するのね、みんなが逆にね一目置くようになってた。そういうあれでね、苦しいことはね率先してやるべきですよ。学科論はちょっと取るけど、多めに見てくれと。それとね鉄砲ね、これはやっぱり一つ話なんだけど、こう試験行ってまたがるでしょ、ただ呼ばれたんですよ、5発撃つんですよね、石井お前4発しか撃ってないだって、いや5発撃ちました、でよく調べてったら同じところに2発とかって、それでもってねやっぱりそういう面でね随分あれですよ、最後はね班長に睨まれないで、あるんですよ教え方も、暗夜に霜の落ちるのです、ね、闇夜に霜はねじわーっと落ちるよ、あのように仕組んだと、これ軍隊の教え方ですよ。鉄砲のねいろいろゴルフはやりましたけど、ジョンボもあったし楽しいこともあったし、苦しいこともありました。苦しいことも、苦しいことはねあんまりない感じないね、練習は好きだった、だからほら苦しいことはそういうのをできるくらいだから、体が体力はね、でこれはもう小学校の時からお袋の手伝いでね、やばい畑行ったりさ麦刈りしたり芋掘らされたりいろいろするんだけど、だから目はね弱虫でね、手は眼力だから手でまず味わってみろと、そうすると必ずできるからっていう、これはお袋のね言葉ですよ。そういうものはねやっぱりやらなきゃダメだね、目は弱虫だから。他趣味なかったですか。他に趣味は麻雀ばっかしてた。あ、麻雀です、仲間がいたから。あれはね私あそこの松竹のね銀座のあそこでいた時にまだ27、8でしょ、王子製紙のねこれじゃないんだよね、もうちょっと下の人だけどゴルフの霞のメンバーです、丸山さんです。石井君マージャンやるかっていうか、いやいややりませんって言ったら、マージャンを覚えなさいと。でそれはマージャンっていうのはね、こう飲めされてる時の耐える神経、これをものすごくね覚えるからねやりなさいと。で麻雀を覚えたおかげで我慢することを覚えるようになりましたよ。いや運っていうのは結構信じられてる。運っていうのはね自分が持ってくるものでね、待ってるもんじゃないですよ、自分が使わなきゃ努力して。
私はそう思う。それで体よく聞かれるんでね、心技体だとかいろいろ言われるでしょ。私はもう高知の浜君として親しい人だったから、よく言って、いやそうじゃねえんだよ、大義で体がなきゃダメなんだよって、大義死んでいいんだよって冗談言ってたから。だこの間テレビで青木がそれを喋ってたね、なんか。それは体がなきゃダメなんだよ、飛ばなきゃね。うん。で、石川遼はそれなんですよ。ね、彼はね、先にもっと体を作るべき。ま、松山はいい、テレビでこの間やってましたよね。アメリカで、こう、腕っぷしが強くなきゃダメだからって、そういうトレーニングしてるのを、やってましたね。やってました。これからこのゴルフ界どうなっていったらいいかっていう期待感みたいなのありますか？プロだけね、もうちょっと服装をもうちょっと気をつけてるね。何も真似しなくてもいいけど、だからアメリカのプロでもね、あれするやついないもんな。ちゃんとしてるスラックスでね、短パンでやったりさ、ね、日本の場合はそれはあるもんね、時々。服装だけはやっぱり私はいつも言うんだよ、ゴルフってのはね、イギリスから来たもんだからね、イギリス風のスタイルをしたのが一番合うよと。ゴルフの方はどのぐらい今やってるんですか？ゴルフはね、あんまりしてない。相手がね、やっぱり敬遠するね。いや、何かあったらこうね、責任を負わなくちゃいけないじゃん、途中で。だから俺もそれが分かってるから、自分からはね、練習には行きますよ。うん、向こうさんに、来てもらってね、ハイツリー行って、この間、2日の日にかか練習して、ドライバー打って、で3カゴぐらい打ってきたかな、うん。打てるようになりましたよ。今、ドライバーをどのぐらい飛ぶんですか？いや、150、60だろうな。まだ体が十分じゃないから。うん、いや、筋力はついてもね、まだどっかおかしいところがあるんだね、病人っていうのは。どっか抜けてるところが、フラッとするようなところがね、あるみたいでね。怖くて、あんまりね、